が競馬オフィシャルアイドル、ウマテナです。はい、5枠黄色担当リーダーの桜井可憐です。今回は佐賀競馬場の魅力をたっぷりとお伝えしたいと思います。さあ、初の佐賀競馬場全員揃っての初ロケですが、はい、どうですか？ね、本日お天気にも恵まれて、ね、たくさんね、佐賀競馬やそして競馬場の魅力をお伝えできるように私たちも頑張ります。頑張ります。楽しもう。そして私たちはただいま入場口に来ております。じゃらー。佐賀競馬場の特徴の一つがこちらの駐車場でーす。じゃーん。なんと約4000台泊まる。みんな来てください。はい、公共交通機関ですと JR 鳥栖駅から西鉄バスに乗るのが便利です。開催日は JR 久留米駅と新鳥栖駅から佐賀競馬友の会バスも運行されています。便利ですね、めちゃめちゃ、便利が一番ですからありがたいですね、うん、それでは早速競馬場の方に入っていきたいと思います。行ってきます。レッツゴー。ほんとだ、見て、バーグがうえぇうえぇうえぇ見て見て、バーバキューしてる。パックルくん、私たちはまだまだ競馬初心者なので、今日はたくさん競馬のことを勉強したいと思います。なになに？お、なんか今日は私たちに教えてくれる助っ人の方が来てくれてるそうです。この方にどうぞお願いします。お願いします。あ、パッカル君友達仲良しです。佐賀競馬場トラックマンの今村と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今村さん、はい、トラックマンってどんなお仕事なんですか？調教を見てたりとか、まあ、そこで気になった馬たちを、まあ、管理されている調教師の先生方、もしくは乗ってらっしゃる、騎手の方に、まあ、お話を伺いながら、まあ、それをもとに競馬の予想手を作ってうまく伝えていくっていう、まあ、お仕事がメインですかね。はい、かっこいい。かっこいい。ちょっと株が上がったかな。株が上がったかな。あ、この子のこの子の突っ込まれてる。今日はみんなで馬券を買いたいんですが、はい、ちょっと私たちまだまだ初心者なのでいろいろと教えていただきたいんですが、いいですか？はい、いいですよ。お願いします。お願いします。はい、お願いします。まずはですね、馬券を買う上では出馬表っていうのが大事になりますので、まあ、競馬場場内にはですね、馬活 .net っていうところで無料の出馬表を提供してますので、まあ、そちらを取りに行きましょうか。はい、はい、はいはい、行きましょう。行きましょう。レッツゴー。このままレッツゴー。はい、場内入って正面のところにですね、こういうふうに無料フリーペーパーっていうのがあります。まあ、こちらにはですね、1レースからずっと載ってるんですけども、ちょっと簡単なね、予想も載ってますので、ぜひこれをね風が強くて、すいません、風が強くて、これをご活用いただきたいなと思いますので、一人ずつ、はい、ありがとうございます。もらってください。ありがとうございます。回します。これ回す、あるかな、回して、すごいいっぱい書いてある。爆発ネット。今村さん、はい、私たちまだ競馬新聞の読み方が分かりません。分かりません。分かりません。教えてください。はい、まあ、難しいですけどね、見たら簡単になりますので、はい、しっかり教えていきたいと思いますので、お任せください。よろしくお願いします。じゃあこれを見ながら、はい、これを元に予想していきましょう。はい、はい、頑張ります。せーの、うまうまキュン。黒丸のなんとかっていうところをガンパドック見ていきたいと思います。イエーイ。もう一回行こうか。